なるみさん聞いて、今日も100万の服を買っちゃった。昨日も買ったのに今日も買うなんて、私ってなんてお金持ちなんだろう。わざわざその報告をするために LINE してきたの？なるみさんも高級タワーマンションに住んでるから私の気持ちわかるわよね。毎日300万くらいは使わないと気が済まないのよ。なるみさんも同じくらいは使ってるんでしょ？そんな大金使うわけないでしょ。そうなの？なるみさんって貧乏人だったのね。何をもって貧乏人って言ってるのかは知らないけど、あなたがそう思ったのならそうなんじゃない？なんだ、なるみさんは私の仲間だと思ったのにただの貧乏人か。私、毎日自分の美容のためエステに通ってて、それが80万。ふーん。あとは美味しいものを食べたいから食事もお高いものを食べてるし、洋服やアクセサリーを見てると運命を感じて買っちゃうの。すごいね。そうでしょ。旦那さんのお金でそこまで好き勝手できるのって本当にすごいね。は？だって達子さんは専業主婦で働いていないでしょ。旦那さんのお金を好き勝手使って怒られないってすごい。旦那は社長でお金持ちだから、私は何をやってもいい。今までもそれで怒られたことないし。へえ、それでこの LINE は何なの？何なのってどういうこと？わざわざ自分がお金持ちですってアピールするために LINE してきたの？ごめんなさい、アピールするつもりはなかったけど、そう取られちゃったのね。誰がどう見てもアピールでしょ。てっきりなるみさんも綺麗だからエステにお金をかけてると思ったのに、まさか貧乏人だったなんて。達子さんはお金をかけないと自分の美しさを維持できないって言ってるようなもんだけど。はあ、もしかして私のことをバカにしてるの？そうじゃないけど、ちょっとイラッときちゃった。もういいわ、貧乏人の相手をしてる暇ないから。そう思うなら最初から LINE してこなければいいのに。私があなたに LINE をしたのは、今度の旅行予約を譲ってもらうため。今度の旅行って、もしかして修羅丸旅館の予約が取れたって聞いたんだけど、あなたにはふさわしくない。私が行くから、あなたは黙ってお家でのんびりしてて。予約殺到で1年前にやっと予約が取れた宿なんだけど。電話したら1年待ちだって言われたから諦めてたの。だけどまさかなるみさんが予約を取ってたなんてね。運命だわ。その予約私に譲りなさい。嫌だ。そうよね、もちろん快くいいって言ってくれて。ってあれ？嫌だって言ったのが聞こえなかったの？あなたのような貧乏人があの宿に泊まる資格はない。おとなしく私に譲りなさい。その宿に泊まりたいんだったら自分で予約して。生意気。私の話を聞いて分かったでしょ。私は一流のセレブなの。あなたのような下賤な人とは違うのよ。調子乗んな。旦那の金を使ってでかい顔してるだけのくせに。あなたがお金持ちであろうが、お金がなかろうが、私には関係ない。どうせあなたみたいな貧乏人は支払いなんてできるはずない。あそこの金額いくらかちゃんと分かってるの？もちろん調べて予約したんだから分かってるに決まってるでしょ。そんなことも考えられないアフォーなの？な私に暴言を吐いたことを後悔させてやるんだから。私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。今 LINE をしていたのはママ友の達子さん。彼女は自分がお金持ちだと周りにアピールしたがる人で、話すと疲れるんだよね。だからできるだけ距離を置いてたんだけど、まさかこんな LINE が来るとは。そして旅行当日、彼女やらかしてくれたんだよ。旅行当日。昨日もブランド物のバッグとアクセサリーを買ってしまったから、300万は使ったかな。もう私のバカバカ。まあ別に痛くも痒くもない出費なんだけど。出た、またお金持ちアピール。これの何がお金持ちアピールなの？貧乏人のあなたにとっては羨ましいことだったわね。もし喧嘩売ってるんだったら買うけど。野蛮な人は血の気も多くて困るわ。私は今日楽しい旅行なんだから邪魔しないね。そう思うなら LINE してくんな。なるみさんって頭が悪いの？あ？私があなたに LINE したってことは、何か用事があるからに決まってるでしょ。大事な用事がね。大事な用事？
あなたが予約してた宿、私が奪っちゃいました。なるみさんは黙って野宿でもしてればいいわ。勝手に言ってろ、エセセレボンの。え？暴言を吐くなんてこれだから、貧乏人は。野蛮な人だって分かってよかったわ。これからは距離を置かないと。私もあんたみたいな頭がおかしい人とは距離を置きたいから、バンバンザイ。もう金輪際私には近寄らないでちょうだいざます。ちょうだいざますって日本語大丈夫かよ。おほほ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 ほ。その日の夜、やっぱり高級旅館は違うわね。お酒も料理も美味しいからどんどん進んじゃう。やっぱりなるみさんにこの宿はふさわしくなかったわ。まだ LINE してきてんの？暇人かよ。 LINE をするのは今日で最後。どんなに美味しいか食レポを送ってあげようと思って。迷惑。それに今回の旅行ね、いろんなものを買いすぎちゃって500万は使ったかも。すごいすごい、お金持ちだね。そうでしょ？普通はこんなお金の使い方できないけど、私はお金持ちだから。羨ましい。いいな、お金持ち、さすが。なんかバカにされてる気分だけど。ああ、そういえばなるみさんはどこに泊まったの？あなたが気にすることじゃないから。そうね、安いホテルに泊まろうが野宿してようが私には関係ない。それじゃあ旅行楽しんでね。次の日の朝。ちょっとどういうことなの？騒がしいな。なんでここの支払いが300万もあるのよ。宿泊料があったとしても結構食べ飲みしたんだね。なんで私が払うことになってんの？あなたが泊まって食べ飲みしたんだから当然でしょ。宿泊費用はなるみさんが払ってるはずでしょ。なんでそう思ったの？だって事前にお金を払ったって言ってたじゃない。そんなこと一言も言ってない。え？確かに事前に調べて宿泊料は知ってるとは言ったけど、事前の支払いはしてない。そうなの？普通みんな前払いで予約を取ってると思ったのに。実はさ、ギリギリまで私迷ってたんだよ。何を？修羅丸旅館ともう一つ系列の旅館があってね、そこと迷ってた。それってもしかしてアシュラ丸宿？大正解。だから実は両方予約を取ってて、どっちに行くかは後で決めようと思ってた。宿を経営してる人と知り合いでね、特別に許してもらってたの。なら、なるみさんは2つの宿の予約を取ってどっちに行くか迷ってたってこと？うん、最悪私がキャンセルしてもすぐに予約は入るし、キャンセルは1ヶ月前に行うつもりだったから。じゃなければあなたがその宿に入ることができるわけないでしょ。確かに私の名前で予約が入ってたような。私の予約をキャンセルしてあなたの名前で予約を取り直したから。そうじゃなければ今頃あなたはその宿にはいない。確かに言われてみれば名前が違うのにチェックインできたのはおかしいのか。気づくの遅すぎ。前払いしてないし、その予約はあなたのものだからお金をしっかりと払ってね。ちょっと待ってよ、なるみさんが払うと思ったから私好き勝手したのに。けどあなたは毎日のように何百万って大金を使ってるんでしょ。それは。なら別にそこの支払い痛くも痒くもないよね。いや、そうじゃなくて私の話を聞きなさい。人の話を聞かずに勝手な行動した結果がそれでしょ。もうあなたと話すことは何もない。ちょっと待ちなさい、なるみさん。とりあえずお金を払っ。それじゃあバイバイ。金払え。ゆりとたつこの LINE。 なるみさんに迷惑をかけるなんて、いい度胸ですね。ゆりさん出たわね。あら、私からの LINE が来ることを分かっていたんですか？なるみさんと仲がいいママ友だってことは知ってたから。なるみさんに連絡がつかなかったからちょうど LINE しようとしてたところ。確かに私はなるみさんととても仲がいい大親友ですが、私に連絡してどうするおつもりですか？なるみさんにお金を持ってくるように言って。なるみさんは今家族旅行を楽しんでいる最中です。邪魔しないでください。というより、なるみさんに迷惑をかけたあなたのこと絶対に許しませんから。許さないって何様のつもりよ。許さないって言いたいのはこっちのセリフだわ。私はなるみさんのことが大好きなんです。は？なるみさんは2年前私のことを痴漢から助けてくれた神様。もしなるみさんがいなければ今頃私はどうなっていたか。たかが痴漢が何よ。
あなたみたいなゴミ虫にはわからないでしょうね。ゴミ虫？私たまに暴走してしまう時があるので、あの日なるみさんがいなければあの男の体をもぎ、あの電車は血の海となり私は警察に捕まっていたでしょう。え？ちょっとやりすぎ。いくらなんでもたまに歯止めが効かなくなる時があったので。ですが大丈夫です、私はもう大人ですから。それに私はなるみさんという神様を見つけました。なるみさんを守るために起こることはありますが、自分のために暴走することはなくなりました。あなたちょっと頭がおかしいんじゃない？普通の人はそんなこと言わない。私が普通じゃないことくらい私が一番よくわかっています。だけどこんな私を友達として認めてくれ、そばに置いてくれる優しいなるみさん、そんななるみさんを守るのが私の役目。お前のようなゴミ虫から。な、な、何よ。別にそんなこと言っても怖くないんだから。私はなるみさんに関わった人のことを調べ尽くしています。もちろんあなたのことも。自分だけが情報を持ってるって思わないで。あらあら、私もあなたのことは知ってて対策もしてたのよ。あらあら、あなたの元に3人の男を向かわせてる。私に逆らったことを後悔させてやるんだから。もしかしてそれは広瀬と庄司と金子ですか？え？言いましたよね、あなたのことを調べ尽くしていると。その3人の男なら2人は刑務所行き、1人は意識不明の重体です。え？ちょっと待って、どういうこと？警察行きに意識不明の重体って、え？はあ？私に危害を加えようとしたので正当防衛です。屈強な男たちを向かわせたのに帰り討ちにあったっていうの？頭が悪いようですね、あなたも男たちも。自分が行ってきた悪事の証拠をうまく隠せないバカ2人と、夜道で私を襲おうとしたバカ。3人とも連絡がつかない？だからさっきから説明していたじゃないですか。小さい脳みそでよく考えてください。あなたを守る兵隊さんはもういないのですから。あの3人がやられるなんて予想外だった。庄司と金子が捕まったっていうのは SNS で確認取れたけど、なら意識不明の重体は広瀬。そんなことよりお金はいいのですか？あなたはチェックアウトできないんじゃないですか？今それどころじゃないでしょ。旦那様が社長さんでお金持ちというのは本当ですが、お金の管理はすべて旦那様がしており、あなたは根っからの貧乏性。え？本当はお金を使うのが嫌で、いつも安い化粧水を使っている。ブランド物だと偽っていつもパチモンを持っている。なんで知ってるの？家族にも誰にも言ってないのに。だから調べ尽くしたと言ってるじゃないですか。何度も言わせないでください。ひぃ、ホテルのお金は旦那に頭を下げてどうにか払ってもらうからいいの。そんなことより私を守る兵隊が。なるみさんに迷惑をかけたくせにそんなこと。なら最初から自分で払えよ、クソが。キャー、誰か私を助けなさい、誰か。あなたが男3人を誘惑して言うことを聞かせたことも旦那様に言っています。嘘でしょ。けど私はあの3人と別に特別な関係ってわけじゃ。だけど私を襲わせるために一夜を共にしましたよね。離婚するかどうかは旦那様が決めると思います。そんな。ちなみに勘違いしているようですが、広瀬さんをやったのは私ではありません。なら誰が意識不明の重体になるまで追い詰めたっていうのよ。私の旦那です。旦那はすごく優しい性格なんですが、私に危害が及ぶときはすごく怒ります。私を襲おうとしていたところ、旦那の反撃にあったということです。もちろん正当防衛なので旦那は捕まりません。そもそもバレることもないでしょうが。じゃあゆりさんが一人の時襲えばいいってことか。覚えてなさいよ。旦那がいなければあの男は今頃この世にはいなかったでしょう。はい。命拾いをしてよかったですね。ちなみに主犯格であるあなたのことを旦那は許していません。もちろんなるみさんに迷惑をかけたあなたを私も許していません。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。もう何もしないから許してください。
宿代も払うし、旦那からのお叱りも受けるから。何を当たり前のことを。私も旦那もあなたのことを許していませんから。うぎゃー。その後、達子さんは宿のお金を旦那さんに払ってもらい、なんとか無事に家に帰ることができた。だけどその後、旦那さんと話し合いをして、今は離婚の話が進んでるそう。前から彼女の虚言癖、見えっ張りなところには旦那さんも愛想つかしてて、今回のことで本当に呆れたみたい。それにママ友を襲わせるために他の男性と関係を持ったことも大問題だしね。数日後、達子さんは夜逃げをしてどこかに消えてしまった。だけどその後すぐに今は病院で寝たきりになったって噂で聞いた。慌てて逃げて事故に遭ってしまったのか、ユリの旦那さんに報復をされたのか、ユリが何かをしたのか。今となっては真実は誰も知らないんだけど、知らない方がいいよね。ユリの旦那さんにそんな一面があるってこと、今回初めて知った。ユリと似て大切な人のことになると、ちょっとつ盲信タイプで全く一緒だね。あ、ちなみにユリには自分が危ない時はちゃんと逃げるようにって言ったんだけど、ちゃんとわかってるのかな。なるみさん優しいとか言って鼻血を出してたから話半分しか聞いてなさそうだな。まったく。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。